今川動画制作所。こちらの話をご覧になる前に、牧村シリーズ第1部をご視聴いただくようお願いします。ネタバレなどもありますので、特に兵隊と猟犬編、親と子編は必ずご覧ください。お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。ではスタート。ここ最近のヒロはやばい。もともとガイドブックの人物紹介で視野狭窄って書かれちゃうくらいやばいやつではあったが、最近の暴挙はなかなかだったと思う。すんません。でもぶっちゃけ気持ちはわかるよ、兄貴心配だもんな。そうなんすよ、あの人あんなだから襲われたら終わっちゃうじゃないすか。だからとにかくやられる前にって思ったんです。相談したら止められるし、じゃあ独断でって。そこだぞ、ダメなの。いやマジでそこはわかるっちゃわかるんよ。それにもうそういうことしないって約束したんだろ。しました、次からはちゃんと相談します。お前それすごい歩み寄ってもらってっからな。普通ヤクザの上なんて下に配慮しねえから、一言やれするなっつってそれで終わりだから。わかってる。そこはもうヒロを信用するとしてさ、問題は最近のヒロが依存気味の件について。依存？だってもう完全に生活の中心が兄貴になってんじゃん、ミカサじゃん。そこまでじゃねえっすよ。ミカサはちょっと怖すぎるというか、ヤンデレとかストーカー通り越した向こう側にいるじゃないっすか、特に前半。だから同じレベルだっつーの。違う、つうか小塚さんやカジタって同じじゃないんすか。え、違うよ、俺ら兄貴が好きだし兄貴のためなら何でもやるけどさ。でも休みの日は兄貴から離れて遊びに行ったり好き勝手やってるよな。やってますね。俺も基本休みなんてねえけど、空いた時間あったらスポーツ観戦行くし、キャバ行ったりするし。俺だって風花とかと遊ぶしさ。でもヒロは空いた時間何してる？牧村さんの家に行ってます。なんかやれることあるかもしんないんで。とこだな。いや、それだけじゃないっすよ。牧村さんが本家のようでいない時とかは他のことしてます。それだってジムで体鍛えるとかだろ、いざって時のために。あとはレゴやったりとか。それも兄貴に買ってもらったやつだろ。そう思うと若干ホラーだよな。何考えながら組んでんだろ、レゴ。人の趣味けなすのやめてもらえます？レゴは普通に楽しいんですよ。最近は自分ででかい建物作ったりしてるし。じゃあ今作ってんのなんだよ。組事務所と牧村さんのマンション。メンタル系の病院でいいとこって家事知ってる？俺詳しくないんで知り合いに聞いてみますわ。なんで？だから怖えよ。なんでレゴで事務所と兄貴のマンション再現してんだよ。普段行ってる場所の方が作りやすいんだよ。店とかショッピングセンターとか複雑すぎて無理だし、学校とか病院とかもでけえから難しいだろ。あーまあそう言われたら確かに。でも怖いっすよ、兄貴の部屋一生懸命作ってるとこ想像すると。だけじゃねえから、他にもいろいろ作ってっから。つーか、このままだと兄貴にドン引きされるだろ。されるな。え、考えてみろよ、ミカサは幼馴染で女の子だったから許された部分はあるけど、ヒロはな。ただのやべえやつですよね。わかりました、性転換してきます。そっちじゃねえよ。だからお前いちいち思考の方向性が荒れすぎんだよ。これ視野狭窄ってレベルじゃねえぞ。でもヤクザとしては俺の方が正解ってこの本にも書いてあるし。やんわりガイドブックの宣伝してんな。だからさ、要するにヒロの世界観が広がりゃいいんだろ。他の楽しみ見つけたら、レゴもいいけどもっと人と関わるような趣味とか。いやいいっすよ、俺は別に。あのな、言いたくねえけど、お前やっぱあの母親に似てんだよ。依存気味で行動が突発的な感じがな。それは自覚あります。あったんだ。あそこまで気持ち悪くねえけど、やばいラインギリギリにいることは間違いねえぞ。ちょっとアレな子ではあるよな、何考えてっか分かんないとこあるし。だから視野広げた方がいいと思うんだよな。ちなみにおじさんってどんな人だった？口数少ない人でしたよ。しょっちゅう階段から落ちたり、自転車で川突っ込んだり、車にぶつかったりしてました。けど穏やかな人でした。ドジッコ、まさかのドジッコ属性。
もしかしておじさん、ドジっ子でうっかり刺されて死んだ？そもそも兄貴と同じようにうっかり組員になったかもしんねえ。だとしたらヒロがああなったのも理解できる。そりゃ極端な心配性になりますよ。お前、苦労したんだな。もう急になんだよ。というわけで、兄貴が本家行ってたりする日は外で遊ぼうぜ。スポーツ観戦。これどっち応援すりゃいいんだよ。負けてる方盛り上がるから。スタンド飯結構うまいな。バッティングセンター。おっしゃ。カジ、すげえバット似合う。場所ここじゃなかったら通報されてるよな。釣り堀。川魚がイクラで釣れるんすか？イクラ食ったことあんのかな。わかんねえけど、若頭はイクラで釣ってたし。うわ、引いてる。うんま。やべえ、塩だけなのにめちゃめちゃうまいっすよ。だろ、ニジマス最高じゃねえ。競馬。小塚さん競馬やるんすね。いや、普段はやんねえよ。でも本家の鈴木さんが好きでさ、何回か一緒に来て面白かったから。迫力あるし、馬見てるだけでも面白えよ。馬って思ったよりでかいんすね。あれ乗ったら怖くねえのかな。牧場体験。俺が乗るんすか？おお、高い。あいつ無駄にイケメンっすね。ディズニーランドの王子様のコスプレとかさせてーな。コスプレ撮影。どうしてこういうことになったか聞いてもいいですか？インドア系の趣味もいいかと思って。お前すげえ似合うんだけど、どうするよ。どうもこうもねえだろう。つーか、そっちもやってくださいよ。恥ずかしいじゃないですか。やりました。キャバクラ。ごめん、今月厳しくて。私だけだと楽しめないかもだから、他の子も呼ぶね。今から来る子、この間彼氏と別れたから狙い目だよ。マジ？おい、同僚が部屋住みと付き合っていいのかよ。全然ありだけど。つーか、カジ君いいやつじゃん。だよな。ねえ。なあ、小塚の家。カジ寝ちまった？寝ました。俺もちょっとやばいかもです。いいよ、寝てけよ。朝事務所に戻りゃ問題ねえだろ。小塚さん。ん？ここをしばらくいろいろ連れてってもらって、思ってたよりすげえ楽しかったです。ありがとうございました。二人とも可愛いな。そんなことやってたんだ。だから最近ヒロが俺ん家に来る回数減ってたんだね。前は俺担当の日でも、とにかく空いた時間がありゃ押しかけてきてましたからね。すみませんでした。考えてみたら居座られてりゃ邪魔ですよね。でも結構遊び方教わったんで、これからは。そっか、そうだったんだ。最近ヒロが来なくて寂しいって思ってたんだ。でもそれなら仕方ないね。楽しんでおいで。常駐します。24時間365日。はい。元の木阿弥。どうしようもねえな。全員で相談して、ヒロは定期的にリフレッシュさせることで落ち着きました。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館、今川動画制作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。